おーい。キズメルのクエストを進めよう。最後の黒弦の宝珠を見つけないとな。まずはアスナを誘って。あ、キリト君、ちょうどよかったわ。君の奇遇だな。俺もだよ。キズメルのクエストを進めに行きましょう。あ、それ今俺が言おうとしたことだ。考えてることは一緒だよね、私たち。ああ、それじゃあまた黒弦の森を目指そう。二人とも来てくれてありがとう。すまないな、そなたらに頼ってばかりで。ううん、全然大丈夫だよ。探さなきゃいけない黒弦の宝珠はあと一つ。悪しき樹木の妖魔を封印してキズメルの仲間を助けようね。ああ、みんなで頑張ろう。それではまたよろしく頼む。探し回ってるけどそれらしいものが見つからないな。この前のような体の光ったモンスターもね。何？上だ、魔獣が飛んでいる。こちらが騒ぎ立てたりしない限り襲ってきたりはしないから安心していいぞ。そうなんだ。でもびっくりした。ん？今のハーピー、何か光るものを持ってるような。もしかして。どうしたの？最後の宝珠が見つかるかもしれない。飛んでいたやつを追いかけるぞ。行こう、アスナ。ええ、わかったわ。どこに行った？あそこにいるよ。確かあの辺りは高い岩場になっている。魔獣の巣があるのかもしれないな。ところで、宝珠が手に入るかもしれないというのは。ああ、さっきあいつが光るものを持っているのを見たんだ。それが黒弦の宝珠かもしれないってこと？可能性だけどな。わざと俺たちに見つかるように大きな声を上げたりしていたから、ひょっとするとな。そういうことなら巣を見に行ってみましょうか。あの場所へは私が案内しよう。うぅ、高い。下を見下ろすとちょっと怖いね。大丈夫か、アスナ。手を貸してやろうか。ううん、大丈夫だよ。二人とも静かに。奴らの巣に着いたぞ。うわ、さっきの奴の仲間が何匹もいる。けど騒がなければ襲ってこないって言っていたよな。じゃあこのまま進む？気づかれた。一斉にこっちにやってくるぞ。うわ、ハーピーが羽ばたく風圧でスカートが。騒がなければ無害だって言うけど、すっごく有害じゃない。襲ってこないのはさっきの話だ。ここは奴らの巣なわけだから、侵入者に対しては襲ってくる。そんな冷静に話をしてないで、キズメルも自分のスカートを抑えて隠して。キリト君、見ちゃダメだからね。見てない。っていうかそれどころじゃない、戦闘準備だ。なんとか倒せた。なかなかの強敵であったな。スカートを履いた女の子にとっては特にね。二人とも、そこに落ちているのは。ほう、やっぱり黒弦の宝珠だ。
推測通りだったな。これで最後の黒弦の宝珠が手に入ったね。あとは祭壇にこれを戻せばいいんだな。うん、祭壇を探しに行きましょう。しかし光り物を集めるなんてカラスみたいだな。でもこのゲームのハーピーに光るものを狙う特性なんかなかったよね。そういえば最初に宝珠を買った時にあの商人が言ってたよな。自らが欲にとらわれてしまわないようにって。宝珠を持ち去った騎士もそうだけど、心を引きつける力があるのかもな。しかし誘惑に負けた者が部下にいたとは恥ずかしいことだ。そしてこれは上官である私の責任でもある。気に病むなって。あの騎士の態度を見るからにキズメルを慕う真面目な騎士って感じがしたぜ。それでも持ち去ってしまったってことは、あの宝珠の力が強すぎたんだ。ありがとう。それじゃ祭壇を探して最後の黒煙の宝珠を戻しに行こう。あれだな。よし、それじゃあ宝珠をはめるぞ。ありがとうございます。戻ってくることができ安心しました。よかったですね、精霊さん。しかし妖魔による森の侵食は私一人の力では抑えきれません。あなた方に私の力を託しましょう。黒き精霊の結晶。三つの精霊を戻したけど封印はされないのかしら。精霊の力を封印の聖樹に収めてください。そしてどうかこの森を妖魔から救ってください。あなた方を信じております。精霊の魂を祭壇に戻すだけでは妖魔というのは封印できないみたいだね。封印の聖女に迎えって言ってたよな。うん、そこで精霊の力を収めるようにって。今からまた場所探しとなると夜になっちゃうか。二人とも今日はここまでにしておこう。そなたらも疲れただろうしな。それにこれまでのささやかな礼として食事会をと思っていてな。そんな、いいの？遠慮しないでくれ。と言っても普段より少し贅沢な程度ではあるが。ううん、気持ちだけでも十分に嬉しいよ。遠慮なくごちそうになっちゃおう。だな。それじゃあ戻ろうか。ふぅ、お腹いっぱい。ちょっと食べ過ぎちゃったな。みんな驚いていたぞ。人族のものはよく食べると。だってすごく美味しかったんだもの。それにほら、出されたものはちゃんと食べないと失礼だろ。キズメル、ありがとう。素敵な食事会を開いてくれて。ああ、ごちそうさま。いや、大したことはしていないさ。だがそなたらが喜んでくれたのならよかった。そうだアスナ、今から一緒に湯あみをしないか。また互いの背中を流そう。もちろんいいよ。じゃあ早速。キズメル様。どうした？ご歓談中に申し訳ありません。司令官がお呼びでございます。わかった、すぐ行くと伝えてくれ。はっ。すまないな、用事が入ってしまった。いつ終わるかわからないので先に行っててくれ。ああ、うん、わかったわ。ではまたな。キズメルと風呂に入れなくて残念だったのか。だってもしかしたらもう。そうか、キズメルのクエストの終わりが近づいているから。風呂から上がった後も時間はたっぷりあるし、話ならいっぱいできると思う。うん、そうだね。
ごめん。じゃあ入ってくるね。また見張りをお願いしてもいい？ああ、もちろん。ありがとう。気持ちよかった。まあ、それじゃあ一緒に散歩でもしないか。夜空が綺麗だもんね。うん、一緒に散歩しよう。見て、あれってオリオン座かな。いや、リアルの天体とは全然違うんじゃないか。確かにそうかも。だけど、すっごく綺麗だね。アスナの言う通り、この野営地に来るのもこれが最後かもしれないな。うん、クエストが終わっちゃえばきっともうこの場所は野営地ではなくなる。クエストの進行に合わせて今だけインスタンスマップで野営地となっているだけだからな。さっきね、お風呂の中でも考えてたの。けど、それだとキズメルはいつまでも仲間を助けることができない。そしたらきっとキズメルはいつまでも悲しんだままだよね。だから絶対にクエストをクリアしてキズメルの仲間を助けないと。アスナ。大丈夫、もう迷ったりしない。キズメルと力を合わせて頑張ろうね。ああ、必ずクリアしよう。さて、戻ってきたけどこれからどうする？そういえばそっちはまだお風呂に入ってなかったね。ああ、それじゃあ入ってこようかな。うん、ごゆっくり。このクエストが終わればキズメルと会うこともできなくなるのかもしれない。ダメだな、後ろ向きな考えは風呂に入ってさっぱり流さないと。ああ、キリト、これから弱みか。さっぱりしようと思ってさ。って、ごめん、キズメルが入っているなんて思わなくて。別に詫びることはない。それより背中を流してくれないか。またゆっくりと話をしたいと思っているんだが、どうだ。キズメル。今日はやけに静かだな。え、そうかな。それより力加減はこれぐらいでいいか。ああ、心地いい。もう少しでキズメルの仲間を助けられるな。そなたらのおかげだ。いや、俺たちは手伝っただけだよ。不思議なものだな。私はそなたらと一緒にみんなを助けるために動いているはずなのに、どうしてかそうやってそなたらと過ごす時間そのものがとても貴重で愛おしいものに感じられるんだ。キズメル。そなたらは私にとってかけがえのない仲間だ。そなたは言ってくれたな、私のことが好きだから私を助けてくれるのだと。今私も全く同じ気持ちだ。私はそなたらを守りたい。そなたらと共にありたいと思っている。なぜならそれは、そなたらのことを好きだからだ。ありがとう。礼を言うのはこちらの方だ。だが、また背中をこする力が強くなっている気がするのだが。ああ、ごめん。本当にそなたらは面白いな。私にとって、不思議な存在だよ。一緒に頑張ろうぜ、キズメル。ああ、共に。